教会歴とは、キリスト教で用いられる暦のこと、天礼歴とも言われる、太陽歴の一年を周期とし、各日の帰算は日没をもってする。詳細は、正教会歴を参照正教会で使われる、教会歴を正教会歴という、正教会歴に従い日々の方針令が構成され、祭りと時が定められる。これによって、 一定の生活様式の習得と保持が図られ、生活における時の正規用紙が行われ、常に起きるかつて起きた出来事の強敵現実化をもたらされる。復活大祭を中心とする周期を構成する動歴と、日日で固定されている不動歴とで構成される。聖教会歴は9月1日に始まる。カトリック教会においては、天礼歴は、その1年はまて降雪から始まり、 翌年の町公設の前日で終わるサイクルになっている。天礼歴に従って、ミサ中の朗読の配分、天礼職などが決まっている。手術の朗読配分は3年周期である。生歴の年数を3で割った場合に、1余る年を A 年、2余る年を B 年、3で割り切れる年を C 年と呼ぶ。A 年には、マタイ、B 年には、マルコ、C 年には、ルカの 各福音書が主に朗読される。終日の朗読配分は2年周期である。西暦の奇数年を第1周年、多摩数年を第2周年と呼ぶ。ただし、2年周期になっているのは年間の第一朗読だけで、福音書朗読及び町公説、交単説,説、始順説、復活説の第一朗読については1年周期であり、毎年同じ箇所が朗読される。 また、一年を通して、特定の日に成人を記念する。その際の朗読配分は、基本的に一年周期で、毎年同じ箇所が朗読される。現行の天礼礼記は、基本的に以下のような構成になっている。他にも、成人の祝日、記念日が特定の日に当てられている。ただし、それらが、上記の祭り日祝日及び年間の手術と重なった場合、 上記の祝祭費及び年間の手術を優先して祝う。聖公会では、生産式中に、旧約聖書、使徒書、福音書の朗読と紙編の交渉が行われるほか、朝夕の礼拝においても、日課として、聖書朗読が行われる。朗読箇所は、生産式が3年サイクル、朝夕の礼拝が2年サイクルで指定されており、これを聖書日課と称する。 聖書日課表は祈祷書に収録されているほか、毎年の教会歴に従って、教会歴、日課表が年ごとに作成される。なお、聖餐式で朗読される聖書箇所を抜き出した聖餐式聖書日課が A 年、B 年、C 年用と3種類作られ、用いられている。日本聖公会では祈祷書によって祝日を定めている。祝日の種類は次の通りである。祝日、 記念日、編集復活日、商店日、聖霊降臨日、サイン一体の手術、降誕日、権限日、書生と美酒、イエス命名の日、非婚日、主イエス変容の引説、編集アドベントのろうそくの一本が、ローズサンデー用にバラ色で、クリスマス当日には全部点灯されている、ルーテル教会の教会歴、編集ルーテル教会の教会歴である。 教会歴を用いないプロテスタントもある。日本のプロテスタントの教会歴、編集宗教改革を記念して宗教改革記念日が祝われる。歴史的にはルーテル教会は教会歴を守り、ピューリタンは教会歴のクリスマスや町公設も否定する傾向にあった。公開説教を行う教会では教会歴に直接対応しない聖書箇所が来ることもあり。 その場合の判断は、公開説教をする教会においても分かれる。日本のプロテスタントには、クリスマスや復活祭などの伝統的な教会歴の、現代では、教派、教会ごとに、弾力的に運営されている。天礼が、カトリック教会において、頻繁に使われる単語であることから、天礼歴という用語もカトリック教会で頻繁に使われるが、出典の通り、 プロテスタントにおいても、天礼歴という用語が使われる事例も若干ある。ありがとうございます。